皆さん今日はめっちゃ風強いし雨降りそうやのにここまで足運んでくださってほんまにありがとうございます。初めて出るのにトリを務めさせていただくことになって本当に嬉しく思います。でね、知らない方いっぱいいると思うのでちょっと自己紹介しようと思います。上田彩美です。で今年20歳の年なんですけど、まあ、実は困難なんですけどずっとアイドルをしてまして、で一応アイドルの方でメジャーデビューと PV やら CD やらいろいろ出させてもらっていろんな経験させていただいてまして、で中学校2年生ぐらいの時に時代劇の舞台を初めて立って、そこからずっと舞台もやってて、去年も5ヶ月連続公演っていう盾分かりますか、盾があって、そうそうそう、盾のお芝居をずっとやってました。で今本当に私にしかできないことってたくさんあると思うし、なんかその今までやってきた経験ってすごく今自分につながってると思うので、すごく今を大切にして生きていこうと思います。自己紹介はこんなところかな。ではね、早速次の曲に行きたいと思います。聴いてください、夜空の向こう。仕事ですが重大発表があります。おお、あ、めっちゃノリいいやん。重大発表があります。あ、最高やな。ですね、私上田彩美は2018年6月29日私の20歳の誕生日になんと初のワンマンライブを決定いたしました。イエーイ、マジで嬉しいです。ほんまに人に恵まれてるなといつも思います。さっきも言ったようにアイドルだとかお芝居だとか今までやってきたことは決して無駄じゃないと思ってるので、私にしかできないライブがワンマンライブが絶対できると思います。また詳細は後日に言うんですけれども、よかったら見に来て応援してやってください。よろしくお願いします。それではめっちゃ早いんですけれども、次で最後の曲になります。めっちゃノリいいな、皆さん。最高。ありがとうございます。長ありがとうございます。最後の曲は、私の同世代で夢とか持ってる子がとても本当に少なくって、それは本当に悲しいことやなってすごい思うんですよ。で、今この場を一緒に空間を一緒にね共有してくださってる皆さんもきっとまだやり残してることとかあると思うんですよ。なので
ぜひ私のというかカバーするカバー曲を歌うんですけど、この曲を聴いてぜひ一歩踏み出して挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは最後の曲聴いてください。グラマラススカイ。